どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、皆さんあのライトロードデッキ使ってる方はたくさんいるかなと思うんですが、あのジャッジメントドラグーンっていうカードわかります？あの裁きの竜ってやつ、あいつうざくないですか？あいつうざいと思うんですけど、どう思います？あのジャッジメントドラグーンっていうね、あの新しく、追加された新パックでカードがありまして、これね、このジャッジメントドラグーンっていうカード、これすげえシンプルに言うんですけど、うざくないですか？うざいんですよね。なんかこいつ簡単に出てきてなんか全部っ破してくるんですよ、こっちのデッキ。クソうぜえなと思って、なんで、今日ですね、ジャッジメントドラグーンにジャッジメントを下していきたいと思います。裁きの竜に裁きを下すっていうね、そういうデッキとなっております。どんな、まあ、デッキかっていうと、まあ、ライトロードをガンメタしようぜっていう、まあ、そういうデッキですね。基本的にまあ、環境にはもうあまりいないっていう説がありまして、だから意外と弱えっていう、ライトロードめっちゃ強いと思って組んでみたら意外と弱えっていうね、純正ではそういう話が出てきてるんですけども、まあ、俺は個人的にジャッジメントガチうぜえと思ってるんで、まあ、ジャッジメントぶち殺していきたいと、思っております。最初ね、ジャッジメントかっこよとか言ってた、生放送、あれは、忘れてください。あれ忘れましょう一回で、本日はライトロードを勝手に死亡デッキっていうのをね、作ってきましたんで、ライトロードデッキに当たるまで、繰り返して、ランク戦をしていきたいと思います。どういう風に勝っていくか、相手のデッキ切れを待つっていうゴミみたいなプレイングをして、相手が勝手に死亡していくのをなんか眺めていようという、そういうデッキですね。あのライトロードってジャッジメントドラグーンとかがあの効果で、これ結構エンドフェーズになんか墓地にあのデッキのカードをめっちゃ送るっていう効果があるんですよ。だから耐久するとかカイトロイドとか、あとハネックリボーとかがあると、あのもう相手なんかライフ取りきれず勝手に死んでいくんですよね、結構。なんで勝手に死亡していただこうかなと思って今日は。ゴミすぎか、これデッキ紹介とかなんかドヤ顔で言ってきて、これデッキ紹介でもなんでもねえぞ今日は。今日なんでもねえから、裁きをに裁きを下すっていうだけのなんかゴロ優先動画なんで今日。であれですね、あの羽クリボーとか持ってくれる、そしてクリボーも持ってくれる最強の魔法カード、クリボーを呼ぶ笛とか、あとはあれですね、あの相手のデッキ切れを促進させるウォームワームとか、あとライフを守るカイドロイド、そしてライフを守る レインボーライフ、そしてあのなんか先行で伏せたら強そうっていう意味で資料のいざないっていう、こういうギミックとなっております、なっておりますって。 でエクストラデッキはブラフです。やっていきましょう。スキル根性です。耐えます。とにかくデュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津石太選手、ライトロードかな、ライトロードじゃないかな、石津石太マジでわかんねえんだよな。いや魔法トラップつけなくても、なんかね、石津石太マジわかんねえんだよ、このなんか墓所ババアマジわかんなくて、スキルが原生復帰とかもあるから。あ、これライトロードくせえな。まあ、混ぜ物じゃねえだろ、さすがに20枚だし、しかもなんかエイリンとか落ちてるし、来たわこれ、来たわ、分からせようぜ、分からしていこう、分からしていこう。デッキ掘れ、デッキめっちゃ掘れ。あー、もういきなりルミナス来る、ルミナスオッケー、デッキもっと掘れよ、デッキ8枚残ってんぞ、大丈夫か、ワンキル取れるんか、そんなことやってたら。まあいいや、でルミナスの効果で何が出てくるんだ、何が出てくるんだ。お、エイリン、お、なかなかうまいプレイングだね、それは。エイリンは守備表示をね、あのデッキに戻すっていう、デッキバウンスっていうのが、あ、普通に殴ってきちゃう、そういうメタリ方あんだな。あー、まあ、とりあえずちょっと、テンパラス投げるか。テンパラス投げて根性は維持していこう。で、何枚落ちるんだ、これ。はい。はい、OK。めちゃくちゃ落ちたぞ。大丈夫か、おい、大丈夫か、おい。ライトロードさん、おい、大丈夫か、おい。セットしますよね、これ、さすがに。これ、効果発動して持ってきて絶望されるっていうのもありだけどね。全然。いいや、これで。これ、いいんじゃん、これもう。ほっときゃ勝ちだろ、これ。で、ドローして、ドロー1枚して、で、シンクロアンカー、なんかエバリーかなんか出てきて、
殴ってくんでしょこれ。根性あるんですけどねこっち、根性あるんですけどこっちお、何か出てくる。おー強い、それは強い。あー組会ら強い。で一番除外されるのか、強え。最強のバカタレがクリボーを4兵5かそう。俺はあ、でもあれか、特殊召喚してまたあれか、除外されるのか。もういいか別に、除外させてやるよ。はい、耐えろ根性で、根性とテンパランスで耐えろ城之内、頑張れ。でもう一枚以上除外して、厳選の制約強いか。プレミアムアイトだ、プレミアムアイト来た、プレミアムアイト、プレミアムアイト。あ普通に殴ってくる、あなるほどそれうまいですね。まあ根性なんですけどね、こっちのスキル根性見せろ城之内おらカード引けよ、おら態度だろ、カード引けよ、おらカード引けよ、おらおらさあお相手の方カイバーモクバ選手よろしくお願いします。デュエル3倍、モンスターを1枚ドヤ顔でセットし、一応セットしとく、一応セットしとくでターンエンド、腕組んでターンエンド。モクバ君はね、あのアバヨライトロードとかありますから可能性はありますよ。来たわ来たわ、これこれ来たわ、これは来た、これは来たぞ。あルミナスいいな、ルミナスはいいぜ、ルミナスはいいぜ。でルミナスで召喚してルミナス効果、はい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 、でルミナス効果で、手札を捨てて墓地のライトロードモンスターを蘇生。おこれエバリー、まあまあうざいけどね、普通にエバリービートみたいなのされてちょっとうざいけどね、割とまあでもほっといても12枚か、そこであのここで、まあ、分かり手だったらでもエバリーか普通に、はいはい。で7シンクロは、あエバリーか、エバリービートはね、まあでも守備表示なんだ、なるほど守備表示 OK、 ターン終了。あーもうちょっともうちょっと殴ってきてくれ欲しいなっていうのあるんだけど、殴ってきて欲しいんだけど俺はちょっとね、それでねエバリービートでね、エバリーってなんかひたすら殴られるっていうのはちょっとめんどくせえから、結構そろそろ来るんじゃないの。あーなるほど、えこれあれですか、3-4でまたシンクロされてさ、なんかあのデストロイサムライとか出てきたら結構めんどくせえんだけど、何来るんだろう、ブラックローズかな。でもこれブラックローズしない普通、あでもカイトロード落ちた、いいね。ブラックローズしてなんか全部ぶっ破して、なんかとりあえず相手のなんかデッキ見るっていう選択肢はない。モカモカほう、ナナシンクロ誰、アーカライトマジシャン、なるほどアーカライトマジシャン、アーカライトマジシャン、まあ破壊される分には問題はないんだが、まあとりあえずサーチはしておこう、サーチはしておいて、特殊召喚せずに持ってきておいて、で、そのカードを破壊してくれてもいいや、別にいいよ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 。でハルクリボー効果いいよはい、このターン僕は死にません、ドロー、はいはい強い、はい強い、はい強い。ただこれこのままこの2体でビートダウンされるのクソめんどくせんでな、これどうしようかな、この2体でビートダウンされ続けるのクソめんどいから、あとはあれですね、ウォームワームをなんとかして引くしかないか俺は。まあ、殴ってくるよね普通に、殴ってきて跳ねくり棒が効果発動して耐久していく無限に。おお、ちょっとウォームワーム欲しいな、そろそろジャッジメント出してくんねえかな、ジャッジメント出してほしいおじさん、さばきにさばき下してんだけど、ジャッジメント出さない、一回一旦ジャッジメント出すっていう選択肢ないですか、カイバさん、モクバさん、おーばよ来た、出た、邪魔だから戻すやつだこれ、邪魔だから戻して、あいいね、えそれは強くない、それは強くないか、クリボーでもエイリン出したから、よしよしよし、逆にエイリンはいいぞ、逆にエイリンはいい。でセットか、でセットしてエンドじゃねえか、これでよしよしよし、お前の命あと一旦だ、さあエイリンを処理しないとこのターンにデッキがなくなるぜ、このターンにデッキがなくなるぜ、エイリンを処理しないとな。さあ来るか、さばき、ジャッジメントドラゴン来るか、考えてんな
あ、違うか。なるほど。アサシンか。え、これ一回シンクロするみたいなパターン、それともあれですか、一回根性を削りに来るパターンではなかった。なるほど。で、これ一回クリボーを投げて、あいつ守備表示戻されるから投げて、でここでクリボーを呼ぶ笛して、クリボーを呼ぶ笛してモンスターを特殊召喚して羽クリボーを出してはい、どうぞ。はい、なくなっていく、なくなっていく、できなくなっていく、デッキがしっかりとなくなっていく。ドロー、デッキも呼ぶ笛を、1枚セットして番終わります。あなたのターンですさあ、お相手クロノスはさすがにライトロードではなさそうだな。暗黒か。あ、これはさすがに無理か。受注やるか。まあ、セット、サレンダー濃厚だが、サレンダー濃厚だが、設定ターンエンドしていく。さすがにサレンダー濃厚か、これは。古代はさすがに無理だな。援軍、援軍、どういうこと、ルミナス。もう何でもありってこと、もう何でもありってこと。ソーラーエクシェンジ、これやば。どうなるんだ、なんで古代入ってんだ。破壊するギミックあるのか。あ、ブラックローズはいけんな。ブラックローズはあるのか。で、ソーラーエクスチェンジ捨てて、アサシン。なるほど。はいはいはい。なるほどですね。なるほど。なるほど。あ、ブラックローズってことですかね。もしかして。もしかしてだけど。あ、そういうやつ？強いんだけど、それは。やばいやばいやばい。ちょっとクリボー呼ぶ笛で、笛で呼んでいこう。呼んでいこう。呼んでいこう。で、ここは羽だ、羽だ、ダーンってなって羽クリボー効果一応発動し、ウォームアームも効果発動していく。で、相手の、フォートレスの効果とギアタウンの効果発動して、リアクターがえ、おい強すぎか、おい強すぎだよこれ、無理だよ、突破できないよ。はっ、キモすぎなんだけど、キモすぎるんだけど、このデッキなんで悪いかよ。そしてモンスター効果使えないのつらすぎ、ワロタ。モンスター効果全封じ無理すぎ、ワロタ。キモすぎ、ワロタ。そしてなんと俺は根性だからこのターンでは死なないっていうね、根性だからこのターンでは死なんっていう逆にめんどくせえ、逆にめんどくせえやつだ、逆にめんどいやつ。で、リアクタードラゴン効果でリアタウンを破壊し、リアクタードラゴンが出てくる。これ落ちてまた、天才かよ、バカじゃねえのこのデッキ、強すぎん、最強じゃねえか、なんだこの3体。耐えていく、謎に耐えていく、無理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 、マジ無理なんだけど。さあ、最強のプレイング見せるわ。これウォームアームやったら勝てたっていうプレイング見せるわ。これぶん殴りに行って、なんとダメージ計算ということで、ね、アルカナフォースぶん投げて、こうするとウォームアームやったら勝てたっていうね。クソ、誰がクソ、なんでもありか、マジでなんでもあり、ほんとマジでなんでもありやから今、遊戯王デュエルリンクス。